カバーはどうだ、返しのトレイルブレイザー、位置が分かった、2人がいるのは分かった、さあ3人目は分かるか、メテオ、ファーストブラッド、デップは帰っている、ガレージにプレッシャーをかけていくのがベータディビジョン、さあ今度はノーセプションが入っていく、ここはダブルキル、ブラッキー、いや展開が早い、そしてフラッシュは、いやこれは中に入れてきました、フラッシュフェイクです、フラッシュを受けながらもここは 2-1 トレード、最後デップが倒されてブラックイズ、サンドライトが残りとなるでしょう、ローリングサンダー早いですね、さあ2マンノックアップ、ラズがかなり大ジャンプをした、テンはフラッシュを受けながらそれでも前に出てく、メテオ全フがキルを取って A サイトを掌握、3人での取り返しになります、クロー、シュガーゼロ、デップ、デップはすでに、ブリンクは使用していませんのでそのままエントリー可能だが、ここは1人向けを待ったメテオ、アフターショットを避けながら2本キープで3本目取得、ノーセプションです、あ見えました、さあデップ、うお、このうちはメテオ火力、ガレージの打ち合いはラーズ、これで4対4、楽落としましたね、アルティメットはメテオ、そしてブラックイズのコズミックディバイド、非常にいいコズミックディバイドですね、ゼロ距離フラッシュが怖いか、ヘブンからはフラッシュ入っていく、でグラビティベルと合わせた、ダブルキルを取ってハーフまでは持っていきたい、いきますね、ゼロ距離フラッシュ、全フラ、ここは倒され最後はクローのカバーとなりました、待ってる状況ですけれども、セーターはリテイクアイじゃ取りません、アフターショック、これはブリンクアウト、ファーストブラッドはラを使ったロング側の点、もうフラッシュはありません、勝負を仕掛けていく、メテオ、ファーストブラッド、さあラズとメテオの勝負になるか、ダブルキル、フリック、フラッシュは避けた、テンション、これが長年培ってきた鉱山エイムで、クールダウンを考えているでしょう、ファーストブラッド上々、これは大きい、少し引いたようなそんな打ち方ではありました、ここでは 1-1 トレード、ラズが落ちます、さあサンドライトはさらにアルティメットをリンクに打ち、その裏から今度はしかも正面ではなくリンクに打つ、ここの打ち合いでは点3対2、フラッシュ2個目、フォールトラインも残っています、フォールトライン打った瞬間今度はサンドライト、ここに控えていたサンドライトが裏取り、素晴らしいノーセプションのフェイクでした、タレットここは破壊、タリで攻めていきます、シュガーゼロと全フのプ、ドキドキが苦しい、うお、ここはデップ、さあ見させないよというトレイルブレイザーでの射撃、カバーはシュガーゼロ、ここの少人数戦ではやはりゼータに分があるのか、4対2の状況、ブラックイズサンドライト武器有利だったラウド、黒の取り返し、フォールトラインを入れながらインスモーク警戒、ダサブラックイズ1人取った、黒のカバーが入りゼータディビジョン、肘が見えた、エルボービー当てますね、ブラックイズ倒されてスモーク役がいなくなりました、シーカーと合わせてシーバサミ、アフターショックで足止め、デップ何が見えている、ゼロ距離しっかりここは当てていきます、オペレーターでやる動きじゃないですよ、まだデップは出る、そこに対して詰まってますがと噛み合いそうですね、インスモークしてるだろうというシュガーゼロのこの駆け引き、まだスパイクあります、見えた瞬間あとはダブルピークです、はい確実なラウンド、低い体力でもデップは前に出る、ローリングサンダーからフラッシュ受けながらでも一人取った、フラッシュ避けて、そうですね、エロビーを取りに行く動き、ただすでに中に入っているのはサンドライト、ここはシュガーゼロとラズで対応しました、2メートルのピークいいですね、注目はこのジョジョ、うおデップを落としてオペレーターダウン、A 抜けですが A2 人待ち受けていますからね、さあローリングサンダーがあるジョジョどうするか、倒されるとこの前半でもう打てません、囲まれてます、抜いた、ただクローもロング対応しましたね、ジョジョどうする、まだ打たない、挟まれているので打つタイミングがありません、シュガーゼロ横から出てくる、残り1名、この打ち合いの強さ、これで見えない、ワンオスリー、フラッシュ、うん、最後はクローのキルとなって
終わってみればぜ。これ詰めますね。守りのローテーションがどうなるか、詰めていく。さあメテオ先行でパレットは壊して、ファーストブラとジョジョ、クロウとデップで返して、ここはゼータディビジョンにキルが偏りました。2ロング、いや3ですね。ここも甘えません。ラズが倒され、ワンスリーですね。硬いですね。クロスの形を組んでいる間にアフターショック。これまだクロウフラッシュポイントあるんですよ。左の車線を切りますが、スモークイン1人取った瞬間デップが、そこにはアフターショックで足止め。ショートからのエントリーはシュガーゼロのファーストブラッド、全フのカバーが入りますが、デップのカバーが入るか。中ではデップがさらにブレードストームでワンピック取って、もうヘブン車バイクを設置。取り返しは2人、ブラッククイズサンドライト、ブレードストームで出ていく。デップキルね、アシストできればいいというキルですからね。そうですね。スモークで隠します。人数状況は5対4、しかしそれを覆すように天が1人倒して4対4、武器差あるラウンド、ゼータディビジョン。これが取れれば11本目。ブラックイズいいピックだ。ブラックイズダブルキル、そしてジョジョがさらに取って、最後はシュガーゼロ。これは入るしかありません。吸い込みながらシュガーゼロ1人取って、2人取った。えっ、しかしサンドライトのカバーになりました。その間にガレージダクション抜けますね。ファーストブラッド10。そうなると A ロングは下がりますよね。そこからデップのラークが始まる。なんでそこに、また警戒してる。ヘムシャ見えました。フォールトラインデップが飛び出す。全てはデップを中心にスキルが離されている。3キル目、最後のデップだ。設置、なるほど、エントリー役、設置役、入っていくメテオ。中は空、周りからのプレッシャーをかけるゼータディビジョン。ラズが抜いて、これで人数状況5対3。ただガチいってますよ、ガチいってますよ。ガチだ、ブラックで通った。警戒してる。ゼロ距離フラッシュ受ける、サンドライト。ここは3人でトリプルピーク、ショックで壊し、ロックダウンは解除され、デップが気になりますね。やはりデップか。ブリンクアウト、スモークを耐えてシーカー壊す。シーカー2つ壊した後、今度はタンク運用、取り返し、全フダブルキル取った。あとはロングか。73も切ってますからね。2on3、パス残ってるか。ジョジョ、メテオ、全フ、3人で2人をどう裁くか。残ったのはラズとテン。このフィジカル、ハーフまでいけていません。残り1名、勝ちを確信したテン。そしてラズ、ラストはラズが残り12本目ま。おお、ラッシュですか。ラッシュです。その先にはタレットもさまざまなアビリティが控えている中でのゼータディビジョンはラッシュの選択、 C サイト。そのまま入っていきます。ブラックウィズのファーストブラッド、ナノスワームでブラックウィズが落とされ、ラズはまだ奥に行く。シュガーゼロ、ラズ、クロウと深くまで入り、ラストは全フメテオ。一瞬15見えましたね。コズミックディバイド中、ブリンクしながらピーク、うわー、さあ抱きながらそのまま壁設置。もう一つのフラッシュをどう運用するか。その間に浴場をプッシュしたノーセプション、見事なワンピックでした。さらに抜いてジョジョもスモーク抜き、最後の一人だ。パーフェクトラウンドなるか。ノーセプション、ラストはシュガーゼロ。いる位置はほぼ特定できています。ファースト、ね、見えました。ファーストブラッド、デップ避けてる、避けた。ブラスト、あ、ペイント弾避けですかね。そうですね、ジャンプで避けました。ロング側、全フ、ジョジョ、そして降りてシュガーゼロ。ここには全フ、おお、おお、800dpi、 0.4 のナスル技、もう車線切れないですからね。ファーストブラッドはデップ、
難しいですね。やはりバリアオーブがあるので、ランプが取れていないと設置まで持っていかれる。ウルフがやられた。テンが抑え、スネークバイトも足元にありました。ここからが硬いゼータディビジョンの配置。カバー勝負ではゼータか。強いですね。裏からジョジョ、最後はラズのキルになって、やっと位置がバレます。フォールトラインの開始にはラズはスネークバイト、クローのファーストブラッドからスタート。ヘブン落としましたね。スローオブで浴場は止め、デップはその少し上にいます。頭1個のデップ、奥まで取りに行く。ゼータディビジョンは設置をフェイクに使いました。こうなると苦しいのはノーセプション。裏取り行ってますが、相手がどこまでエリア取れているのかがわからないので、ゆっくりになってしまいますね。抜いた、抜いた。挟み込み。前夫が、どういうか、お2オン2、2オン2。フラッシュ反応した。ランプ確定。裏から回るところはどう意識するか。天が裏から回って、そして正面ではデップ。2人の連携がうまく噛み合い。新しいピ、あ、逃げた先の話だね。その先に待っていました。おしゃれなピークだったんですが、はい、ラズの新次元。ファイティングライト食らって逃げた先でしたからね。ワープ取り返しが始まります。抜いた、あー抜きました。サイトライムクロード、オペレーターの運用。ファーストブラッドブラックウィズ、これは大きい。だからね、となるとこのジャッジ、トレイルブレイザーも残っている。クロードライで入っていった。そしてタイミング、おっとブリック、カバーに入ったシュガーゼロ。スネークバイトで弱体化、支援もできてますね。ローリングサードバックアップ中、そしてシュガーゼロが倒しワンオンツー。スパイカー持ってるが相手の位置の情報がありません。設置完了。最後はブラックイズが抑えました。ようこそ私の世界へ。手前にはアフターショック、グラビティウェル、アフターショック、ジャッジの音もする。残り時間25秒、浴場から出られない。ここはブラックイズだ。ショートじゃないのか。エースを取りに行くが、ここはクロー。クロもキルが取ればシーカーが上がりますから、フラッシュ、ここはスモークで回避。互いの素晴らしいアビリティ返し。ファーストブラッドはジョジョ、間取りの対応。ゼフラズの返し、さすがネームですね。そして窓からはバイクを設置、早めの取り返し。2つ目のスモークどう出る。窓にはスモーク、ゆっくりと入っていく。手前見えた、1つ。ここには黒、武器持ち替え音がしました。グラビティウェル使わせて、うわ、あー、ここはナイフ。フィジカルで解決するか。最後はシューガーゼロ、うん、甘えはありません。控えているデップのリザレクションがありますからね。出待ち、うわだ。さあ天はそのままロングに合流しますが、前夫のダブルキルが発生しています。グラビティウェルで足止め、できますね。抜いた、抜いた、時間ないぞ。アフターショック取れない、抜いた。これは苦しい。フラッシュ抑えた、黒残り3秒、抜かれない位置あるのか、間に合ってない。うわーノー、いろいろこう考えながら自分たちの構成を、わー、ファーストブラッド違うゼロ、得意のラズ、これで見えない。ボールトライン、この打ち合いではサンドライト、ね、読み勝ち。ショート進行、うん、上からグラビティウェルと合わせていった。メテオ止まりました。こうなると B が進行している。
シュガーゼロ。起こせなかった。その間にシュガーゼロが倒され、ラストはデップ。ローリングサンダー。エルボー周りのデップ。警戒されてますね。最後は、全振りました。そちら側に設置いきますね。ブラックイズ3人に囲まれてファーストブラッドを取られます。ゼータ2人の人数差があります。5対3。この打ち合いではデップ5対2。パーフェクト目の前、前に出る点スパイク見えた。さらにデップも行く。まだ行く。止まらない、止まらない。ゼータ決め地残り1名。次のラウンド、シュガーゼロも購入できます。C か。これは本命ではありませんが、メテオだけ行った行った。1ストレート。しかし本命は A です。それに気づいている黒。もうすでに寄って、ランプにトレイルブレイザー流した。手は早い。シュガーゼロ、シュガーゼロ A でキャリアダウン。持ち前のフィジカルの強さ。ここには全フのカバーが入りました。残り10秒。設置はできないか。残り5秒。打ち合いではサンドライト止めてる。設置はできた。頭入ってる。頭入った。おお、ラスト1-1。 HP がない。ヒーリングオーブを使ったデップ。全フ対デップ。見えたか、見えたか。これは見えたでしょうか。いや、フラッシュがないんですよね。この打ち合いはデップだ。最後おそらく選手視点では銃口が見えたかもしれませんね。答えにはなってますね。足音が聞こえる。ミュテオの先には角度が違うが黒がいる、うん、これで設置持っていけます。問題は窓にいるラズジャッジ。ただブラックイズ、さらに裏からブラックイズも警戒。ジャッジです。見えましたね。一瞬見えましたかね。今最後デップが抜いた。3対5。打ち上げはダブルキル。重なった。フラッシュからのエントリー。逆に浴場設置のバイパーズピット、これは硬い。中にはジョジョ、ブラックイズがいる中でシュガーゼロがワンピック。3対2。ブームボットの音がします。トレイルブレイザーフラッシュあります。フラッシュ、この打ち合いでは黒、ジョジョ、ワンワン。 HP がない。フォルトライン手前に黒、うん、最後はジョジョ。先ほどさ設置完了。浴場設置、横から顔が出てくる。顔ピークです。よく経過しましたね。21トレードのヘブン。インスモーク、ここも顔があった。シュガーゼロ3対3。ここは空から降ってくるスネークバイト。バイパーマスターブラックイズ。たまや半分いけない。スネークバイトで解除ができません。スモークで何も見えない。蘇生した。チャンスはあるのか、チャンスはあるのか。いた、ハーフから。カイトは間に合わない。いやー、ゼータディビジョンのバインドのガーディアンというと過去に思い出すシーンもありますけれど、窮地を救いますね本当にね。過去の当時レイタのね、ガーディアンというのもありましたけれども、やはりゼータを救うのはガーディアンなのか。まあ点といえばこの ADS で抜く、さらにはこういったグレネードを爆発させる、そんなエージェントが得意でしたけれども、このバロラントでも黒の勝負。ドライ、素晴らしいカバーのジョジョ。いや、噛んでましたね。噛まれてシュガーゼロもダウン。テンが止める。ブラスト、人数差が。ラズは果たして寄ってるのか。待っている。ブラックイズ寄ってくる。今度はバイパーズビット、点が入るところをバイパーズビット、勝負の点。
落とせない。ここフェイント弾を投げるセットアップ、エントリー始まりました。デップ入っていく、そしてテントのカバー合わせ技で入ってきました。2人のこのいきなりのエントリーというのは対応しづらいですね。そうですね、これが狙いか。ゼータサンドライトはショーティーです。メインが広く取れてるのが強みですね。前夫がラズを落としてからの取り返し、3対4。中ではフレンジー、デップ、天もフレンジー、最後この距離でもフレンジー。フェイントだ、ブラストパック、グラビティベル、ランデブで引いていく。ファーストブラッドはブラックウィズ、スネークバイトで高速が A のメインから、はい、入れませんね。さあその間 B はどうでしょう。現在まだサンドライトが残っている状況、トレードマークが発動していました。ただ黒ラズと合計2人取って現在3対2、寄ってきたところでしたね。スパイクを持っていく黒、メインからラズが武器持ってました。ジョジョの位置、あと10秒。さあ黒の走り位置、残り7秒。ラストはブラックウィズ、エースです。入っていく下側です。ファーストブラッドはメテオ、スパイクドロップ、いや強力なバイパスピット、毒を消すわ。これは中に入れません。見えた、のみ入っていきます。残り30秒、シュガーゼロ打開、打開した。3対3、グラビティベルを使いながらスパイク回収できた。いやただこれサンドライトがいる、どうする。サンドライト抜いた、ブラックイズ落ちた。これはゼフ1人、設置やめない、ガチ設置、あと2発、コズミックディバイドで分かち。これエミに倒しに行きますね。シュガーゼロはワンオンワンを仕掛けていく、読んでる、あ見えた、おおっ、しかしジョジョのファーストブラッド、デップが返した。武器を取りに行く動き、スロー進行、シュガーゼロ素晴らしい活躍。 A の中が取れました。ショーストッパー上がっています。手前クリア、そしてここはラズ、エコラウンド取れそうなゼータディビジョン、設置、ジャッジ。だからこれオペレーターの車線怖くて顔を出しづらいですね。勝負するのはこの前夫、足音が聞こえてローリングサンダー、前夫覗けません。あ最後アフターショックの餌食、グラビティウェル関係ありません。天が進行していきます。ローリングサンダー打った瞬間シュガーゼロもキルを取って、天のキル、これで5対3の人数状況になりました。ドロップからはメテオ、そしてディフェンダーサイドからブラックウィズ、おお警戒しましたね。4対3、先ほどもフラッシュからのピークありましたからね。ドロップ2になります。なかなかゼータディビジョンの攻めの呼吸というのがつかみづらいですね。武器はシェリフ、よりがいをしている、逃げれないですね。ファーストブラッドデップ、メテオは手前、一人取った、ブラストバックで逃げていこうとするところをデップが処理します。ジェネレーターの横までつけましたね。ギョン、抜いた、来ましたね。ゾンツ、ただこれ手前のデップ怪我してる、ラストはシュガーゼロ、グラビティウェルもある中で見えた、シュガーゼロ負けない、シュガーゼロ甘えはありません。弱体化も入ってましたね。コズミックディバイドからのペイントダウンエントリー、見えましたね、足に見えました。ファーストブラッド10、10のダブルキル、ペナ攻めです。バイクを設置、
メイン側も取られていて、しかもオープンプラントですからね。はい、上こうなるとキープでしょう。まあこれが狩りに行く、これ落とせたら大きいですが、前に詰めてる全部。お、抜いた、壁抜きでの頭、うん、まあ、ここはスライドしながらのクロウ。ここもサンドライトシュリクで抑えて抜き返して3対3。これ上場が中には2人入っていき、パラボラ周りでラズも寄ってきます。ここでも1-1はメインをロックし、アフターショックで足止め、時間稼ぎのクロウ、立ち位置を変えたラズ、残り1名、ワンオンツラズを抑えたのは今度はメテオだ。素晴らしい。どうでした、デップ対ツールドフォースの前夫はデップです。ただ A 側ではバイパスピット展開しますから、メテオが出てきたところはラズ、これ一気に B 側への警戒度は上がりますよ。ジョジョが働く、うわインスモーク、ジャッジ、いやー、ミニクリック、立ち位置を変えたいデップ、カバーに入ったシュガーゼロ、ワンワン出るのはクローだ、うん、3エメ取りに行く動き、ファーストブラッドラズ、テイクバイトで返し、そしてここはコズミックディバイドで足止め。あと30秒。以外のローテートも考えさせるような切り方ですね。それでもショーストッパー、1ポイント怪しいところからクリアをしていきます。ここしかないというところでしたね。おお壁裏から。一瞬音がしました。いやー、咲いてるか。抜こうとしています、全部当たってますよ。ブルドック削った、3対4、ランデブー。いやー、サンダライトジャッジでデップもオペレーター、確実に当てていきます。車線を変えて天のカバー、全部ワンオンツー、うん、ここは最後ヘッドハンター対決、互いのヘッドハンター、ランデブーで帰ってく。前夫のファーストブラッド、黒のカバーが入り前夫が落ちました。削れているのは互いですが、ここでもカバー勝負、フレンジーで点、そしてデップが頭を入れて、そして今度はサンドライト、タワー側からのカバーです。裏の裏は斎藤でしたね。設置完了です。大回りしますね。近くの射撃があるんですね。いや、グラビティウェルもある。グラビティウェルでまずは設置をキャンセルさせ、そしてポイズンクラウド、メイクバイト、メイクバイト、うん、確実に倒していきます。ブラックイズさすがの知識ラウンド、前に出るテントデップ、弱体化を受けた中でもデップファーストブラスト、うわ、セカンドも取っていくスパイクドロップ、この破壊力が出りそう。こうなるとアーケード側を警戒しなければいけません。視界を塞ぐ、警戒してるデップ、黒のカバーも入った、ここは頭を抜いて、ここでのピークは強い点、いいプレー見えた、アフターショックで足止め中、点が側面を取られました。デップは手前、さらにダブルキル取った、カバーに入るサンドライト、ダブルキル取り返して、今度はドロップから降りていった、この前風にはローリングサンダー、確実に取りに行った。ほら3名抑えています、シュガーゼロ、ここにはラズ、クロウと合わせていきます。まさかのパラボラ3、腰がなく視界をブロック、こうしたどこに人数をかけて守るのかというのもこのフラクチャーの、ここではテンとデップツーマンセル、テンが打ち勝った、デップを隠すようなプレーだったんですが、ここではデップチームエース各ビティ入れてクリアリングしていきますが、 B はデップのみ、ゆっくり入っていく前夫に対してワンピック、そのまま A へアクションをかける、シュガーゼロがどこまで耐えられるか、ここインスモーク、シュガーゼロ
お得意のインスモーク、ローリングサンダー、何も見えない状況。ああブラストバックキル、常にデップも寄っています。強力なプラントですね。ここでバイパーズピット設置、ラストデップオペレーターの運用です。いや詰めていく、一人で行った、上クリア、見えた、開けた、ロング設置、ロングが怖い、ただこのドロップも怖い、フォールトラインがあります。7秒の解除時間、ハーフまで行った、うん、後ろを取りました。ジョジョないだろうという予測も立てられます。さあ逆にカウンターのパーティータイム、ドロップから入ってくるか、うまい、天はどうする、インを抑え、アフターショックの開始、素晴らしいピークです。ローリングサンダー曲がってる、3対2、ローリングサンダー打って、うん、最後取ってオールトライン受けながらラズを倒し、2つ目はなんとローリングサンダーをランデムで避けました。受けながら帰りましたよ。ブレードストームを持って後ろから来ていたデップも落としましたし、これは大きすぎる。いやあのランデブーですよ、よく。よく倒しました。はい12、ファーストブラッド取れたのはデップだ。いやこれタワーが取れてないんですよね。さあどうする、可能だ、頭145受けた、ゼフラズが中を抜いている、残り1名、ラストはゼフ体力5、会場も聞こえてない、フォールトライン、最後はシュガーゼロだ。